ネットで見つけた怖い話。第6105話、戻れない肝試し。この話は実際に新聞に載ったという前振りで聞いた話ですが、私は実際にその新聞を見ていないし何年前かもわからないので、話を怖くさせるスパイスだと思って聞いてください。ある高校生の男女各4人が、一人の家に集まって怖い話をしていたそうです。夜も更けてきたところで、肝試しに行くことになりました。でも本当の目的はむしろ、男女ペアになっていくということの方が楽しみだったので、場所は安直に彼らの通う高校に行くことにしたそうです。しかし、この高校は築100年近く経っていたので、行ってみると思ったより迫力があります。早速男女ペアになって、一組ずつ学校の周りを一周することになりました。校内には入れなかったので、周りを一周するだけならせいぜいかかる時間は20分ほどです。まず最初の1組が出発しました。みんなで冷やかしたりしながら、賑やかに去っていきました。しかし、20分経っても30分経っても戻ってきません。二人っきりで何をしてるんだろうかと冷やかしながら、2組目が出発しました。しかし、やはり彼らも帰ってきません。3組目が出発することになりました。この頃にはさすがに深刻になってきていて、絶対回ったら戻ってくるし、他の奴らも見つけたら連れてくる。と約束して出発しました。そして、この3組目も戻ってきません。1組目が出発してすでに2時間以上経っていました。とうとう女の子は泣き出しました。残ったもう一人の男の子が、俺が行ってくる。もし30分経っても俺が戻ってこなかったら警察平家。絶対待つなよ。と言い残して駆け出しました。そして、その子も戻ってきませんでした。残された女の子は泣きながら、それでも1時間待ったそうです。そしてその足で、警察へと向かいました。警察官が探しても見つかりません。しかし、夜もすっかり明けた頃、とうとう7人は見つかりました。その高校にはグランドの端に、古くなった旧体育館があるそうです。そこのトイレを開けると、7人全員が首を吊っていたそうです。女の子の証言から、自殺する理由がないと思われたのですが、結局他殺の痕跡はなく、受験生の集団ヒステリーとして片付けられたそうです。その学校には、これといった怪談話もなかったそうです。ネットで見つけた怖い話。第6106話、死のうかさん。このスレは知的財産ですね。お前が100円出さなきゃ全部消す。って言われたら出しますね。多分、僕も一つお話しましょう。と言っても身の回りの階段の類はこれ一つしかないですけど。僕の地元、高知県に、死のうかさん、という都市伝説のようなものがあって、詳細はよく知らないんですが、名前だけは子供の頃から聞いていました。裏と大橋の近くにある民家の話だったと思いますが、知ってる人がいたらフォロー願います。これは場所が違うので別の、死のうかさん、のようです。前振りが長くなりましたが弟の体験談です。弟が中学生の頃に、同い年の S と一つ上の T 先輩に連れられて肝試しに行った、バイク仲間の間で有名なスポットで、死のうかさん、という場所、らしい。猪町の方だそうです。で、夜中3人でそこへ行くと、さびれた民家があって、有刺鉄線が巻かれ、危険、とか書かれた看板がある。中に入ると電気も通ってないので懐中電灯をつけて、今っぽい畳式の部屋に座り込んだ。T 先輩だけ一度来たことがあって、弟と S は何があるのかも知らなかった。で、T 先輩曰く、ここで、死のうかさん、という階段を作ると不思議なことが起こるという。つまり、死のうかさん、自体に正体はないらしい。まず弟が思いつくままにこんな話をした。昔この家の息子と近所の家の娘が恋に落ちたけれど、
両方の家族から反対され思い悩んでいた。ある日娘が深刻な顔をして、ねえ、死のうか、一緒に死のう、と言った。男の片派女の情念が怖くなり、家を捨てて逃げた。女はこの家のこの部屋で首を吊った。これを聞くと、今までビクビクしている弟たちをからかうようにリードしていた T 先輩が真っ青になって震え始めた。続いて S が話し始めた。昔この家の息子と近所の家の娘が恋に落ちたけれど、両方の家族から反対され思い悩んでいた。ある日娘が深刻な顔をして、ねえ、死のうか、一緒に死のう。と、そこで T 先輩が、それさっき N、弟、が言うたやいか。と叫んで、ガタガタ震えながら部屋を飛び出した。わけのわからないまま三人とも家を出てバイクに乗った。それで T 先輩の家まで帰り着くと、ようやく落ち着いて T 先輩が言った。前来た時も連れが、お前らと同じ話したんじゃ。その後よくよく話を聞いてみると、あそこで、死のうかさん、の作り話をすると呪いがかかって、近いうちに、死のうか、という声を何らかの形で聞く。そこで、死のう死のう、と返答しないと死ぬ、という話だった。都市伝説の類のようだが、結局 T 先輩も S も弟もその後異変はなかったようで今もピンピンしている。しかし、作り話が被るというのだけが気味が悪い。気になるのは、S がなぜ弟と同じ話をしたのかという点だけど、弟はなぜかは聞いてないという。弟たちは気にならなかったそうだ。なんでだよ。文章下手ですまそ。最後におまけ。試しに僕も、死のうかさん。で作り話してみました。書き子の大筋は実はですが、弟の先輩の名前は T ではなく K です。さあ何か起こるかな。ネットで見つけた怖い話。第6107話、お疲れ2分の2。202、供養してください。お願いします M。M。273。昇る罰天越観如来雲明細像、昇る罰天越観如来雲明細像、昇る罰天越観如来雲明細像。今は問題ありませんが、少しだけ心配があります。窓際のどこでも良いですので、緑色のものを置いてください。緑色であれば何でも良いです。大きさも問いません。それはあなたに見えなくても良いです。あなたの幸福を衰退させるものを払いやすくするためです。その後、少し時間をください。しばらく見守ります。あなたの健康と幸せを祈っております。213、やる気のなさは、軽微な病のせいでしょう。あなたは、それを普段と変わらないものだと思っています。今日だけは受験勉強を控え、身体を清めることに全力を注いでください。ただし、明日は半日で良いので打ち込んでください。あなたの健康と幸せを祈っております。212、どうやって清めればいいでしょうか？軽微な病とは何なんでしょうか？213-3。軽微な病とは、あなたの場合、精神的なストレスを意味します。少しばかりの行動で治癒されますので、今日は一日体を動かす、ようにしてください。おすすめは川沿いの土手などを散歩することです。近くにあると思うのですが、いかでしょうか？214、川沿いか、わら。犬と散歩、ランニングなどではダメですかね？そしたらこのやる気のなさはなくなりますかね？わら、217-3。それで結構です。ただ、できれば水とヘリのある地を訪れるようにしてください。あなたの健康と幸せを祈っております。220、ありがとうございます。220、俺に霊などがついてるわけではないですよね。222-3。霊は誰にもついているものです。ただし、それが悪なのか善なのかは、その人によります。あなたの場合は、悪霊はついていません。あなたの健康と幸せを祈っております。224。そうなんですか？俺についてるのはどんな霊かわかりますか？224。すみません。
俺って間違いなく悪い例だと思うのですが、悪い形でありえないことばかり起こるのです。何かこの運気を取り除く方法はありませんか ?239 3昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。特に悪霊がついているわけではないようです。ただし、少しあなたについている守護霊が弱まっている感じがします。次のことを実践してみてください。少し気が晴れると思います。塩を小さじ半分を混ぜたお湯を飲んでみてください。あなたの健康と幸せを祈っております。道まったから供養して、216さん。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。特に問題はないようですが、ご先祖様の墓参りに行かれると、あなたを守ってくれる前例がつくはずです。いずれにせよ、行かれてはいかでしょうか?また、3月中に大きな買い物をされる暗示が出ていますが、4月に変更した方がよろしいでしょう。あなたの健康と幸せを祈っております。祈り殿、画像は見てないが詳細目標しくださるか?祈りさん、この頃運気が良くない気がします。見ていただけますか ?242 さん。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。少しお疲れのようですね。運気は残念ですが下降気味です。向上させるための処方を伝えますので、実践してみてください。窓際に赤色のものを置いてください。大きさは問いません。また、あなたからそれが見えなくても良いです。この処方は242さんの状態でのみ効力があります。他の人は真似をしないでください。逆効果になります。3日後、塩小さじ半分を混ぜたお湯をお飲みください。4日後は気分が楽になります。あなたの健康と幸せを祈っております。246さん。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。前にもお会いした感じがするのですが、気のせいでしょうか?あなたの場合は、非常に珍しい運気が強まる月を持っています。その月に報いるため、次のことを実践してください。ジョ。という文字を紙に書いて、普段身につけているお財布などに、忍ばせておいてください。あなたに取り巻く月がさらに活性するでしょう。ただし、22日のうちに必ずその紙を身から離してください。あなたの健康と幸せを祈っております。247。僕に悪い霊がついてるかわかりますか?もしわかるなら霊視してください。お願いします。249さん。あなたには悪霊はついていないようです。あまり神経質になりすぎ、不安感に陥ってしまっては、悪霊に隙を見せることになります。自分自身を信じて精進してください。あなたの健康と幸せを祈っております。一さ、まさかこんなのがやばいとか言ってるんならマジでお前救いようのない人間だな。俺は、カトリックだからお前の供養とかんなのいらないし、それに俺はあんなのに弱くなる性質ではない。っていうか、勝手に人形をぶち壊しておいて。人形がやばいだ?気違いにも程があるってもんよ。本当に怖いもんが何なのか教えてやろうか?お前みたいな歪んだ考え方を持った。人間どもだよ。1の画像は、実は何も影響なくて、問題なのは、こいつがやらせたことがかなりやばい。1の言われるまま水を飲んだやつ。かなり大変なことになると思うよ。なぜ供養という表現を使ったか、どうして水を飲ませたかよく考えれば、とんでもないことさせたということがわかるはず。507、俺も思った。最初から読んでたらあれ、これって、って違和感を感じたが、これ、質悪い呪いの一種だろ。最初の方読んでみたけど、一か対処法伝えた後の、呼び出してください。という表現が妙に怖い。普通は呼んでください、だろ?呼び出せって何なんだよ。あと、お経の言葉みたいな最後の、細像、の文字が怖すぎる。どう見ても供養の言葉には見えん。以上、
何の知識もない俺の感想でした。当たり。恐れ進まそう。風邪ひいちゃってて、今日になってだいぶ楽になったからレスすることにした。簡単に言うと、コップの水にそのあたりをうろついてる船里仏霊を呼び込んで、それを飲ませた。だから、水を飲んだ人の中で運が悪ければ、とんでもない霊を、水ごと体内に取り込んでしまった可能性がある。ヨウハ、お疲れってこと。普通この手の水は、お札を焼いた灰とか、オブラートに呪文を書いたものを水に溶かして、浄化してからじゃないと、危なくって飲んじゃいけないんだけど、一はわざと電気を消して、やばいものを呼び込ませたから、かなり危険。画像を見て悪影響を受けるなんて、霊媒体質でもない限りそう起こるものじゃない。今後注意しましょう。皆さん、もう遅いか。最初、1、の時は水を飲ませているけど、祈り、になると特に飲ませてない。本当にこいつらは同一か？それと、あのお経みたいなやつの解読ができる人はいる？ニュアンスだけ読むと、登れない魂に再び憎しみを与えるような感じだよな。悪趣味な罠だよこれ。ちょいあのお経みたいなもの調べてみたんだが、多分オリジナルではないかと推測。受金に精通してないので何とも言えないけど。観如来、というフレーズを使う宗派はあることはあるんだけど、文章が短すぎるし。無意味な言が多い気がする。ただ、72の神祭祀がもし1だったら、付き物という可能性もあるんだけど。付き物を操るにしても、呪が短すぎるのよね。ま、連れたやつを、より台に使ったのは間違いなさそうだけど。でも、本当なんで1はこんなことしたんだろ。ただの釣りなら、もっとわかりやすくするか、途中でバラさないか、500もすれが進んで。少しずつ気づいた人が出てきただけで、偶然だよね。途中でダット落ちとかしてたら、永遠に誰も気づかなかったわけだろ。初めてこのスレ見たけど、水を飲ませるっていうところで、あれれ？やばくない？って思ったよ。だって、お供えの水って、いろいろなものが混じるってイメージあるのに、それを飲ませるなんておかしい。って、簡単に言えば、息のしたことは呪いじゃなくて、より霊。備え水を飲ませたのもまずいけど、あの呪文みたいな言葉の羅列、あれが、より霊。つって、無条件で意志の弱い霊を、ある程度引き寄せられる。んで、なんで呪いじゃないかっていうと、今回いっぱい食わされた人は、全部、自発的、似合ってるってこと。息は、してくださいって言ってるだけで、何にもしてないかんね。んで、そこであの呪文を貼ることによって、そのレスを見た人の頭にも呪文が残る。頭で意識するだけでも、より霊は効果あるからね。で、霊が集まってきたところで、水を飲んでは一周了と。顔も知らない人間を、人間がジュエルわけないでしょ。おまけに一自体は、騙したにせよ全く手を出してない。完全な計画犯だねこりゃ。ほんのりと怖い話すれその59。そろそろ解禁。怖いかどうかは人による。シャレコはまとめにも載ってる。お疲れ様。スレを、リアルタイムで見てたものだ。そこで、より霊。関連のレスをしたのだが、当時霊障がひどくて、書き込んでそれきり見なかったんだよ。で、ようやく落ち着いて、しばらく経ってから、どうなったかなと確認してみたら、何やら、俺への質問を代わりに答えてるようだった。なりすましってやつ？に試着帳も似せてる気がしない。意味がわからんくて、誰だろこいつとか思って、あんた誰だ？って書き込んだんだわ。その後がひどかった。嘔吐は止まらない。衣装ケースは盛り上がる。見えない人のドアガチャ連発などなど。それももう収まってだいぶ経つが、あのなりすましは一体何者だったんだろうか。はっきり言えることは、あんた誰？と聞いた後の被害は、明らかに人災ってわかるのがほんのり。ネットで見つけた怖い話。第6108話、お疲れ2分の1。画像、絶対に見てはいけません。
鬼気迫る雰囲気ですな。なんで顔がないの？あれほど見たらダメと言ったでしょう。見ちゃいかんなら貼るな。ちりけ。画像を見てしまった人へ。供養させていただきますので、次の準備をしてください。コップ一杯の水を用意してください。用意できたところで呼び出してください。本当に供養を受けないと、災いがあります。東方は真剣に考えています。用意しましたよ。13、14、3。では、供養します。電灯の明かりを消してください。消していただいた時点から供養を開始します。また、呼び出してください。1、水を用意しました。次の指示お願いいたします。13、消しました。準備完了です。14、3、19、3、昇る罰天越観如来雲明細像、昇る罰天越観如来雲明細像、昇る罰天越観如来雲明細像、14、3、19、3、すぐにコップの水を飲んでください。13、飲みました。飲みました。以上で供養は終了です。邪念は取り払われました。お疲れ様でした。なんともあっさりですね。ありがとうございました。おかげで助かりましたよ、13。見ちゃったけど供養別にいいや。こんなの供養になんないし。27、3。あなたに災いが降りかかる恐れがあることを非常に感じています。供養を進めますが、あなた次第です。なぜ供養が必要なのも、あえて見れるような環境下に置いたの？36、皆さんの邪念を取り除くことが目的なのです。39、ねえねえどんなの？43、見てはいけません。邪念がある人は、必ず画像を見てしまいます。邪念のない人は、画像を見ません。したがって、画像を見た人には供養が必要なのです。見るなって言われたら見るのが常識だよねー。44。オメガ。オメガ。ねえ、すれたいからして、見ろって言ってるようなもんじゃん。ということは、13も邪念があったのですか？46、3。過去、私にも邪念はありましたが、修行を積み重ねて、すべての邪念を取り払うことができました。そこで私が知ったのは、人のために生きよという、ありがたい言葉です。画像には何の怨念もありません。人の邪念を導き出す手段にしかありません。そうなんですか。私には深い部分はわかりませんが、頑張ってください。一人でも多くの方の邪念を取り除いてあげてください。俺の邪念返してください。生きてくのに必要です。得体の知れない怨霊を感じます。皆さんに災いがもたらさないことを祈っております。高間ヶ原寺神ユーザス、甲賀親神老師、神老 B の地域師、800番神など。1。供養って死んだ人とか物とかにするのね。生きてる人間に供養。オメガ。101。だな。1は供養の意味も知らないリア中華バカでクズでどうしようもない人間のクズで気違いだな。携帯中央に1の画像の URL 貼っとくよ。画像。むやみに画像を見てしまわないでください。決して良いとは言えません。13。水を用意して電灯を消しました。指示お願いします。191、3。あなたは信仰心が強いので、邪念はかすかにしかありません。あなたは絵の高い方とお見受けします。あなたには供養は不要なようです。あなたの健康と幸せを祈っております。13、まだ起きてたらお願いします。197、3。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。3月もしくは4月に、あなたは人生で3番目の幸福を授かるでしょう。非常に好調なリズムが感じ取れます。あなたの健康と幸せを祈っております。200。俺も供養してください。201、3。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。昇る罰天越観如来雲明細像。現在、あなたは穏やかなリズムを示していますが、5月の連続休暇などを利用して、少しアクティブな行動を計画されると、運気はさらに上昇するでしょう。
旅行などが幸福を呼ぶという暗示が出ています。あなたの健康と幸せを祈っております。202、ありがとうございます。霊視などできますか？ちょっと相談があるんですが、俺もお願いします。205、霊視はできませんが、悪霊と善霊を感じ取る能力は秀でているようです。206、昇るバツ天越観如来雲明細像、昇るバツ天越観如来雲明細像、昇るバツ天越観如来雲明細像。現在、あなたは少し体調を崩されているようです。運気は良好ですが、さらなる上昇を軽微な病が邪魔をしています。塩を小さじ半分を入れた熱いお風呂に入り、体を清められると効果があります。ぜひ、試してみてください。あなたの健康と幸せを祈っております。お疲れ。二分の二。に続く。ネットで見つけた怖い話。第6109話、三つの選択。今日はエイプリルフールだ。特にすることもなかった僕らは、いつものように僕の部屋に集まると、適当にビールを飲み始めた。今日はエイプリルフールだったので、退屈な僕らは一つのゲームを思いついた。嘘をつきながら喋る。そしてそれをみんなで聞いて酒の魚にする、くだらないゲームだ。だけど、そのくだらなさが良かった。トップバッターは僕で、この夏ナンパした女が妊娠して、実は今、一児の父なんだ。という話をした。初めて知ったのだが、嘘をついてみろ、と言われた場合、人は 100% の嘘をつくことはできない。僕の場合、夏にナンパはしてないけど、当時の彼女は妊娠したし。一児の父ではないけれど、背中に水子は背負っている。どいつがどんな嘘をついているかは、なかなか見抜けない。見抜けないからこそ楽しい。そうやって順繰りに嘘は進み、最後のやつにバトンが回った。そいつはちびりとビールを舐めると、申し訳なさそうにこう言った。俺は、みんなみたいに器用に嘘はつけないから、一つ作り話をするよ。なんだよそれ。趣旨と違うじゃねえか。まあいいから聞けよ。退屈はさせないからさ。そう言って姿勢を正した彼は、では、とつぶやいて話を始めた。僕は、朝起きて気づくと、何もない白い部屋にいた。どうしてそこにいるのか、どうやってそこまで来たのかは全く覚えていない。ただ、目を覚ましてみたら僕は、そこにいた。しばらく呆然としながら、状況を把握できないままでいたんだけど、急に天井のあたりから声が響いた。古いスピーカーだったんだろうね。ノイズがかった変な声だった。声はこう言った。これから進む道は、人生の道であり、人間の世を歩む道。選択と苦悶と決断の身を与える。歩く道は多くして一つ、決して矛盾を歩むことなく。で、そこで初めて気づいたんだけど、僕の背中の側にはドアがあったんだ。横に赤いべったりした文字で、進め。って書いてあった。三つ与えます。一つ、右手のテレビを壊すこと。二つ、左手の人を殺すこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり彼らは死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。めちゃくちゃだよ。どれを選んでもあまりに救いがないじゃないか。バカらしい話だよ。でもその状況を、バカらしいなんて思うことはできなかった。それどころか、僕は、恐怖でガタガタと震えた。それくらいあそこの雰囲気は異様で、有無を言わせないものがあった。そして僕は、考えた。どこかの見知らぬ多数の命か、すぐそばの見知らぬ一つの命か、一番近くのよく知る命か。進まなければ確実に死ぬ。それは、三つ目、の選択になるんだろうか。いやだ。何もわからないまま死にたくはない。一つの命か多くの命か？そんなものは比べるまでもない。寝袋の脇には、台振りのナタがあった。
僕は、静かにナタを手に取ると、ゆっくり振り上げ、動かない芋虫のような寝袋に向かって、ナタを振り下ろした。ぐちゃ。鈍い音が、感覚が、伝わる。次のドアが開いた気配はない。もう一度ナタを振る。ぐちゃ。顔の見えない匿名性が、罪悪感を麻痺させる。もう一度ナタを振り上げたところで、カチャリ、と音がしてドアが開いた。右手のテレビの画面からは、色のない瞳をした書きが、ぎょろりとした目でこちらを覗き返していた。次の部屋に入ると、右手には客船の模型、左手には同じように寝袋があった。床にはやはり紙が落ちてて、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の客船を壊すこと。二つ、左手の寝袋を燃やすこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり客船の乗客は死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。客船はただの模型だった。普通に考えれば、これを壊したら人が死ぬなんてありえない。けどその時、その紙に書いてあることは絶対に本当なんだと思った。理由なんてないよ。ただそう思ったんだ。僕は、寝袋の脇にあった灯油を空になるまで振りかけて、用意されてあったマッチをこすって灯油へ放った。ぼ、という音がして、寝袋はたちまち炎に包まれたよ。僕は、客船の前に立ち、模型をぼーっと眺めながら、鍵が開くのを待った。2分くらい経った時かな。もう時間感覚なんかはなかったけど、人の死ぬ時間だからね。多分2分くらいだろう。カチャ、という音がして、次のドアが開いた。左手の方がどうなっているのか、確認はしなかったし、したくなかった。次の部屋に入ると、今度は右手に地球儀があり、左手にはまた寝袋があった。僕は、足早に紙切れを拾うと、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の地球儀を壊すこと。二つ、左手の寝袋を打ち抜くこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり世界のどこかに核が落ちます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。思考や感情は、もはや完全に麻痺していた。僕は、半ば機械的に、寝袋脇の拳銃を拾い打ち金を起こすと、すぐさま人差し指に力を込めた。パン、と乾いた音がした。パン、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 パン。リボルバー式の拳銃は、6発で空になった。初めて扱った拳銃は、コンビニで買い物をするよりも手軽だったよ。ドアに向かうと、鍵はすでに開いていた。何発目で寝袋が死んだのかは知りたくもなかった。最後の部屋は何もない部屋だった。思わず僕は、え、と声を漏らしたけど、ここは出口なのかもしれないと思うと少し安堵した。やっと出られる。そう思ってね。すると、再び頭の上から声が聞こえた。最後の問い。三人の人間とそれを除いた全世界の人間。そして、君。殺すとしたら、何を選ぶ？僕は、何も考えることなく、黙って今来た道を指さした。するとまた、頭の上から声がした。おめでとう。君は、矛盾なく道を選ぶことができた。人生とは選択の連続であり、匿名の幸福の裏には匿名の不幸があり、匿名の生のために匿名の死がある。一つの命は地球よりも重くない。君は、それを証明した。しかし、それは決して、命の重さを否定することではない。最後に、一つ一つの命がどれだけ重いのかを感じてもらう。出口は開いた。おめでとう、おめでとう。僕は、ぼーっとその声を聞いて、安心したような、虚脱したような感じを受けた。
とにかく全身から一気に力が抜けて、ふらふらになりながら最後のドアを開けた。光の降り注ぐ眩しい部屋、目がくらみながら進むと、足にコツンと何かが当たった。三つの家があった。父と、母と、弟の家が、これで、おしまい。彼の話が終わった時、僕らはつばも飲み込めないくらい緊張していた。こいつのこの話は何なんだろう。えも言われぬ迫力は何なんだろう。そこにいる誰もが、ぬらりとした気味の悪い感覚にとらわれた。僕は、ビールをぐっと飲み干すと、勢いをつけてこう言った。な気味の悪い話はやめろよ。楽しく嘘の話をしようぜ。ほら、お前もやっぱり何か嘘ついてみろよ。そう言うと彼は、口角を吊り上げただけの不気味な笑みを見せた。その表情に、体の底から身震いするような恐怖を覚えた。そして、口を開いた。もう、着いたよ。え？一つ、作り話をするよ。891。ようわからんかった。最後のうちの真意は何なの？ 900。最初に言ったその一言が嘘だったわけ。話自体は本当にあったことでした。あっておき。ネットで見つけた怖い話。第6110は、防空頭巾と水死者。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？ 6。毎年この時期、水難にあって死ぬ人はやっぱり多いらしい。で、海で溺れかけたけど、なんとか生還した女の子がちょっと前にいたんだって、その人は浜辺に戻ってきて、めちゃくちゃ震えてたんだって。まあ一回溺れたらわかるけど、確かにめちゃくちゃ怖いもんな。でも、その種の震え方じゃなかったんだって。どうにか落ち着いた彼女が語った話はこう。水中メガネをかけて海の中を潜って、一人で泳いでたそうな。結構息の長い方で、海中のいろいろな景色を楽しんでたんだって。そんで、息継ぎに海面に戻ろうとした時、下から足をガッと掴まれたらしい。慌てて自分の足を見ると、水泳パンツだけを履いた、明らかにこの世のものじゃない腐敗しかけた男の子が、自分の足を引っ張ってたんだって。恐怖と息苦しさでパニックになりながら、助けて、お願い、私は、まだ死にたくない、って必死で念じたそうな。でも男の子は、掴んだ手を離さない。男の子の顔は、なぜか悲しさと恐怖に満ちていたらしい。諦めたように、首をゆっくり左右に振ったんだって、男の子の体が、彼女の足を掴んだまま、ゆらりとのけぞるように横に揺れる。その時、溺れかけた彼女が見たものは、男の子の足をさらに下から掴む、防災頭巾をかぶった女の子の姿だったらしい。そして、さらに水中のもっと深く暗いところから、無数の水死者が、彼女の元に集まりつつあったそうだ。何のために？引きこすり込むために、決して逃さないために、女の子はこの時点で、奇跡的に他のスイマーに助けられたそうです。皆さん水難事故には気をつけましょう。準備運動はしっかりとね、一人では泳がない方がいいよ。防空頭巾の女の子といえば、防海岸の事件を思い出すね。アンビリバボーでも取り上げられたよね。昭和30年7月28日、三重県津市の中川原海岸で、市立京北中学の女子生徒が水泳の授業を行っていた。ここは遠浅で波も穏やかで、生徒たちは海岸から50メートルほどのところを泳いでいた。ところが、静かだった海を突然大波が襲った。生徒たちは次々と海底へ引きずられて行き、36名が死亡、生存者は9名という悲惨な事故となってしまった。この日は天候も良く、遠浅のこの海岸では子供でも足がつくはずだった。水中カメラで海の中を見てみると、激しく砂が巻き上げられ、視界が全く効かない。さらに強力な潮の流れが発生しているこの波を、離岸流、リップカレント、イコール、浜辺から沖へ向かう強力な潮の流れ、という、この離岸流は、鹿島灘に限らず、
海洋に面したと噂の海岸に波が直角に入ってくるときに発生する。この、離岸流の流れは秒速2メートルの速さだという。離岸流の発生する条件は、1、海洋に面している、2、遠浅の、長い海岸、3、羽ヶ浜辺に直角に入ってくる、の3つだ。その3つの条件を、鹿島灘はすべて満たす海岸なのである。防空頭巾の集団亡霊、三重県津市の海岸には、海の守りの女神の像が立っている。ここは、昭和30年7月28日に、市立京北中学1年生の女子3、6人が水死したところだが、当時の生き残りの一人だった梅川博子さん、21、は、週刊誌、女性自身、昭和38年、に、その時の恐ろしかった式をサイン、写真入りで寄せている。一緒に泳いでいた同級生が、ひろこちゃん、あれ見てー、と、しがみついてきたので、2、3メートル沖を見ると、その辺で泳いでいた同級生が、次々と波間に姿を消していくところだった。すると、そこでひろこさんは、水面をひたひたと揺すりながら、黒い塊が、こちらに向かって泳いでくる、のを見た。それは何十人もの女の姿で、ぐっしょり水を吸い込んだ防空頭巾をかぶり、モンペを履いていた。逃げようとするひろこさんの足を掴んだ力はものすごく、水中に引き込まれていったが、薄れゆく意識の中でも、足にまとわりついて離れない防空頭巾をかぶった無表情な白い顔を、はっきり見続けていたという。ひろこさんは助け上げられはしたが、肺炎を併発し20日間も入院した。亡霊が来る、亡霊が来る、と、よく上ごとを言ったという。防空頭巾にモンペ姿の集団亡霊、というのには因縁話があって、津市郊外の高宮の郵便局長山本剛漁師によると、この海岸には、集団溺死事件の起こったちょうど10年前の、月日も同じ7月2日に、米軍大編隊の焼き打ちで市民に54人が殺されており、火葬しきれない死骸は、この海岸に穴を掘って埋めたという。山本氏からこの話を聞かされたひろこさんは、式の命中で、ああ、やっぱり私の見たのは幻影でも夢でもなかった。あれは空襲で死んだ人たちの悲しい姿だったんだわ。と納得している。なお山本氏が聞いて回ったところによると、この亡霊は、ひろこさんを含めて助かった9人のうち5人までが見ているばかりが、その時、浜辺にいた生徒たちのうちにも、何人かが見たと語っているそうだと、ひろこさんは伝えている。また、その後、こうした体験をしたひろこさんは、卒業してガソリンスタンドの事務員に就職したが、自分でも積極的に調べてみると、次々に怪異な事件が起こっていることを知ったと、次のような報告を併記している。まるで騎士事件の前日、大きな火の玉が浜辺の防衛の屋根に落ちたのを、釣りをしていた何人もが見たが、その家の娘もひろこさんと一緒に遭難水死した。丸腰まで海水に浸って釣っていた人が、突然何かに疲れたように沖へ沖へと歩いていって、そのまま海中に姿を消し、死体も上がらぬ事件が、4年間も続いている。丸渡辺翔三郎という人は幸い救われたが、病院で、亡霊を見た。と唸され続け、意識不明のまま20日後に死去している。中、この海辺は現在は遊泳禁止。ネットで見つけた怖い話。第6111話、両栄丸事件。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？ 43、発見されたミイラ船。1927年10月31日、カナダ西海岸バンクーバー島、ワシントンのシアトル港辺の帰路についていた、アメリカの貨物船、マーガレット・ダラー。号は、行方不明になっていた小型漁船、両栄丸、を発見した。ボロボロに朽ち果てた船体、ミイラの転がる甲板、激しい刺繍、白骨体、足のない死体。船室には、
頭蓋骨を砕かれた白骨体とミイラがあった。船室奥の部屋には、おびただしい血痕が染みついていた。船尾の司中室では、海鳥の白い羽が至るところに散らばっており、コンロの上にあった石油缶の中には、人の腕が入っていた。船内には食べ物も飲料水もなく、エンジン機関部はすべて破損していた。ところが、船長室から見つかった3冊のノートには、信じられない惨状が書かれていたのだった。そのノートによると、両 A 丸の情報は以下の通りだ。重量は19キで1本マスト。船主は和歌山県の藤井三四郎。船長は三木寺倉。機関長は細井伝次郎。乗組員は12名。神奈川県の三崎港を出港したのは1926年12月5日。約1年間漂流していた。ここで疑問が浮かぶ。発見された死体は9体。記録には12名とある。サンナはどうなったのだろうか。不幸な予選。1926年12月5日、神奈川県の三崎港を出港した両 A 丸は、千葉県銚子沖にマグロを求めて進んでいた。天候も思わしくなく、エンジンが調子の悪い排気音を立てていたため、翌12月6日に銚子港に寄港した。しかし、エンジンに故障はなく、銚子の沖合で大量のマグロを水揚げした。が、暴風に見舞われて航行不能に陥ってしまった。そして12月15日、銚子の東方沖合1000マイルほど流された時、奇襲船によく似た船が現れたので、信号を送ったり船員が叫んだりしたのに、応答もなく通り過ぎてしまったという。三木船長は漂流を決意、記録には、4ヶ月間は食べられる、と書いてあった。12月16日にも、東洋汽船、と書かれた船が近くを通ったが、応答はなかったという。なんとか日本へ戻ろうと努力したが、どうやっても役に流されていった。記録にはこう書かれている。どう工夫しても西北へ船は走らず絶望。ただ汽船を待つばかり。反対にアメリカへ漂着することに決定。ホニ風を七三に受けて北東に進む。しかし、漁船で米国にたどり着こうとするは、コロンブスのアメリカ大陸発見より困難なりと心得るべし。恐怖の記録。ここからは説明はいらないだろう。記録文のみで十分に迫力が伝わってくる。12月27日。カツオ10本釣る。1月27日。外国船を発見。応答なし。雨が降ると桶に雨水をため。これを飲料水とした。2月17日、いよいよ食料なし。3月6日、魚一匹も取れず、食料は一つ残らず底をついた。恐ろしい上と死神が徐々にやってきた。3月7日、最初の犠牲者が出た。機関長細井伝次郎は、一目見たい日本の土を一足踏みたい。遠めきながら死んでいった。全員で水槽にする。3月9日、サメの大きなやつが一本釣れたが、なおエツネジは食べる気力もなく、痩せ衰えて死亡。水槽に処す。3月15日、それまで航海日誌をつけていた伊沢シャツギが病死。代わって松本源之助が筆を取る。伊沢の遺体を水槽にするのに、やっとのありさま。全員、顔は青白く山嵐のごとく髭が伸び、ふらふらと亡霊そっくりの歩き様は悲し。3月27日。寺田初蔵と横田義行女の二人は、突然上ごとを発し。大江富士山だ。アメリカに突き上がった。ああ、虹が見える。などと狂気を発して、左舷の板にガリガリと歯を食い込ませて悶死する。いよいよ地獄の底も近い。3月29日、メバチ一匹を吉田藤吉が釣り上げたるを見て、三谷虎吉は突然として落城し、斧を振り上げるや、吉田藤吉の頭を滅多打ちにする。その恐ろしき光景にも、皆立ち上がる気力もなく、しばし呆然。残るものは野菜の不足から、解決病となりて歯という歯から血液したたるは、皆妖怪変化の凄まじき様相となる。ああ仏様よ。4月4日、
三木船長は交番上を低く飛びかすめる大鳥を、蛇のごとき速さで手掴みに捕らえる。全員、一食い槍のごとく群がり、羽をむしり取って、生きたままの大鳥をむさぼる。血が滴る生肉を食らうわ、これほどの美味なるものはなしと心得たい。これもみんな、ガキ畜生となせるようか。4月6日、辻門領事、血ヘドを吐きて死亡。4月14日、たくさん勘十郎、前室にて不意に凶暴と化して発狂し死骸を切り刻む姿は地獄か。人肉食べる気力あれば、まだ救いあり。4月19日、富山和夫、沢村勘十郎の2名、料理室にて人肉を争う。地獄の鬼とかすも、ただ、ただ生きて日本に帰りたき一心のみなり。今日や、2名と持ちだるまにて、転げ回り死亡。5月6日、三木船長、ついに一歩も動けず、乗組員12名のうち残るは船長と日記記録係の私のみ、二人とも重いかっけ病で小便、大便にも動けず、そのまま垂れ流すは仕方なし。5月11日、曇り、北西の風やや強し、南に西に、船はただ風のままに流れる。山影も見えず、陸地も見えず、船影はなし。甘い砂糖粒一つ舐めて死にたし、友の死骸は肉がドロドロに腐り、溶けて流れた血肉の刺繍のみがあり。白骨のぞきて、この世の終わりとするや、日記はここで切れている。だが三木船長は、杉板に鉛筆で、以下のような家族宛の遺書を残していた。父さんの言うことを、よくよく聞きなされ。もし、大きくなっても、決して養子になってはならぬ。私は、幸せの悪いことです。二人の子供頼みます。必ず必ず、養子にだけはさせぬように、頼みます。いつまで書いても同じことでも私の好きなのは、そうめんと餅菓子でしたが。切れなくなって、申し訳ない許してください。奇妙な事実。しかし、記録を調べるうちに、奇怪な事実が浮かび上がった。数十回にわたって他の船に出会っていながら、救助に応答する船は一隻としてなかったことだ。そして、父境丸は太平洋横断の途中、たった一つの島さえも発見できなかったのである。しかし、アメリカの貨物船、ウエストアイソン、号のリチャード・ヒーリー船長は、次のように述べている。1926年12月23日、シアトルから約1000キロの太平洋上で波間に漂う木造船を発見したが、救助信号を送っても返事がないので近づきました。しかし、父境丸の船窓や甲板に立ってこっちを見ていた10人ほどの船員は、誰一人として答えず、馬鹿らしくなって引き上げたのです。だが父境丸の記録にこのことは書かれていない。一体、彼らには何が起こっていたというのだろうか。今日のオカルトスレ。日本に実在した恐ろしい風習とかしきたり。教えて。リンク。4、地形は極潰しなので9。9、黒。ヤドカリソウ、14。ググってもいまいち明確な記事がヒットしないんだけど、名称からして死体をヤドカリに食わせる葬儀かな。鳥葬みたいな。17、そう海に突き出たちっちゃい岩みたいなところに置いてくるんだって。黒の葬式の方はちょっと書けない。26、ヤドカリ以外のものもいろいろたかりに来そうだなぁわー。黒って何のことかと思ったらこれも葬儀関係か。ちょっと調べてみるけど、どういう方面で恐ろしいの？黒？呪い？29、黒っていうのはどこかの島に残っている変形したキリスト教の一派だったと思う。民族学の方で出てくるかも。黒系。40、10年前に千葉県某所に引っ越してきて、今に至ります。で、家の近所。海辺、には変な集落があります。どう変かというと、その地域だけ変な訛りがある。地
着ている服がやたらみすぼらしい。その地域に足を入れると、道を通ると、それだけでじろじろ見られる。特殊な食べ物がある。あと、今から40年前くらいはその地域の人たちはほとんど裸同然の格好をしていたそうです。強盗も多く、治安が良くなかったということも聞きました。47、40、あまり詳しく書くと場所の特定になってしまいますので料理の名前は言えませんが、海苔を混ぜこぜにした料理です。煮物、味噌汁、納豆、お雑煮などに、何にでも、海苔を入れた真っ黒な料理です。初めて見たときは驚きました。49、質問です。家の周りを3メートルくらいのブロック塀で囲み、敷地内を外から見えないようにしてある民家ばかりの集落がどこかにある。なんて話を聞いたんですが、詳しく知ってる人いませんか？その集落の住民は全員怪しい宗教？にハマっているとか、本当に実在するんならすっげえ気になるっす。誰か教えてください。58、そや上越式島の黒衆のこったろ。66、ちょっと調べてみたんだが黒衆すげえな。一気を飲む。一気も食らう。それでもとがキリスト教って全然違う W。まあ土着宗教として本当に伝わってたら驚愕ぶるなんだが、あと民家が塀に囲まれた集落は調べてみたんだがわからんかった。恥ずかしがり屋さんなのかな？沖縄の八重山諸島の一つに新城島という島があります。その島には古くから人魚伝説があり、人魚神社や大奥、宇滝、大奥、大宇滝、という場所には、この道は、神の道、につき一般の人の通行を禁止する。と書かれた看板が数多くあります。そして、謎の火祭り、法然祭り、には、赤股黒股、と呼ばれる二体の奇妙な神が法然を祈り踊ります。しかしこの祭りは撮影禁止で、以前、隠し撮りした人への暴行事件も起きました。他にも、鹿児島の古式島には、黒、と呼ばれる土族信仰集団があり、人食いや強力な呪術を使うなどの噂があります。この他にも何か知っている方がいましたらいろいろ教えてください。赤股黒股、おごく、リンク。93、うちの村も通り抜けできない。突き当たりは海。名字は4つくらいしかない、村全体が3つの家系で。うちは村の守り神の竜宮様を祀っている家だから、ちっちゃい頃から本家のお姫、ひい、さんって呼ばれてた。仕事はほとんどが漁業と民宿であとは公務員。なぜかどんなに良い大学行っても絶対みんな村に帰ってくる。帰ってこなきゃならん。ってお年寄りたちは言ってる。村の祭りには女は絶対関わってはいけない。小さい頃は気にしてなかったけど、最近漫画みたいだなって思う。94、どこ？特定されない範囲で教えてくれ。95、静岡県。97、祭りってどんなの？98、普通のお祭りだと思う。男衆は女衆が準備したご馳走を食べたご。みこし担ぎながら竜宮様の神社まで村を練り歩く。その後海まで行って、みこしごと海に入る。男衆が互いを海に落とし合って、終わり。それだけ。99、お姫、ひい、さんは可愛いの？特別扱いとか、家を継がなくてはならないとかある？やばい村ではない？101、可愛いはないけど普通に彼氏はいるくらいのレベルです笑い。家は兄が継ぐはずだったんですが、行方不明になったので自分が継ぐことに、江戸時代からある守り役の名前が彫られてる板に、次は自分の名前が彫られるそうです。やばい村ではないです。15、地元のしきたり。12年に一度本家か分家から赤ん坊と食べ物を山の神社に奉納する。
まだやってる。翌日行くと赤ん坊、食べ物は消えてる。16。マジかよ。21。いやあ、おっかねえ。大まかでいいから地方教えて。31。東日本とだけ、奉納する前は山にいれば八つ先にされたとか。36。怖くないかもしれないが死後婚。結婚できずに死んだ若者たちのための風習で、あの世で架空の人物と結婚式を挙げさせる。存命中の人物と結婚させると連れてかれる。50。最後の一文が十分怖いわバカ野郎ありがとう。43。畑の隅に必ず果樹が植わってて、人が死ぬとその木から少し離れたところに土葬される。そうすると2、3年先に例年になくわっと果実のなる年が来るから、その実をつけて酒にする。盆や命日が来るたびに、個人の話をしながら、それをちびちびと親戚一同で飲み交わす。一度、止めるように指導があったけれど、うちの地域が今も土葬を認められているのは、この習慣があるから。これとかちょっと怖いな。131。素敵。69。幼子に餅を踏ませる用事があるわ。子供は餅を踏む恐怖のあまり泣き叫ぶらしい。72。なんだその真意がよくわからない風習は。75。ばあ様の話では、一生食い物に困らないように願をかける風習らしいが、食い物は茂にすると、罰が当たると思うのだが。74。それ、何が怖いんだろうね。子供は。79。うば捨ててって恐ろしいというより悲しすぎだろ。実の親を山に捨てるって。133。老人ホームも似たようなもんだ。82。風習とはちょっと関係ないけど、お前らカッパの瓶って話知ってるか？住職がカッパ助けたお礼に瓶をもらう話。140。148。ぶっちゃけここで語られてるような話に比べたら大したことない。そのカッパ助けた住職が俺の先祖で、うちのばあちゃんが小さい頃によく、だからお前は絶対に水じゃ死なないって言われてた。よく考えたら風習とかしきたりってわけでもないよなこれ。正直、カッパの話もかなりうさんくさいしな。85。レスすげえついてんな。詳しくって言っても。地元はすげえ田舎なところ。赤ん坊を奉納する家はもともとそこの地主。森には行って生活するわけだが。奥に入りすぎると上でも書いたように八つ先にされた、社も建てて毎年食べ物を奉納するがそれでも被害は出る。それで地主が自分の家の赤ん坊と一緒に神社に入りひたすらもう襲わないようお願いをした。けど眠ってしまい夢の中で声を聞いた、赤ん坊はうまい。お前の家の赤ん坊を捧げるなら襲わないでおくと。起きると扉は閉めていたのに赤ん坊はいなくなってた。それから山に入っても襲われなくなった。これがばあちゃんから聞いた話。90。マジなら正気の沙汰じゃないな。129。で俺の体験。子供の頃よく言われるのが、大きくなるまではその神社に行くなと言われる。そう言われてもたまに友達と言ってしまってたが、奉納のための赤ん坊は生まれても公表しない。その時の子供は本家の子供。地主で本家の子供なら村は結構大騒ぎするはずだが何もなかった。俺は、赤ん坊を見てみたかったがばあちゃんや父親に止められてた。一週間かそこらかな？奉納が行われる。村人が食べ物を持ってきて、その整理や車に乗せるのを手伝わされてたのもあって忙しかったのは覚えてる。食べ物を車に乗せて神社の入るための山道に行く。子供は神社に入っちゃいけないから俺は、車から食べ物を下ろすのを手伝わされた。軽トラに乗せたりもしてたしすげえ量でいろんな匂いが混ざってた。全部下ろしたら車で帰った。その日の夕飯はすげえ豪華だったけど静かだったと思う。翌日神社に友達と行ってみた。もちろん食べ物のためだ。魚や肉はダメでも果物はいけるだろと思ってた。神社に行って中を見ると何もなかった。軽トラや車で運んだ食べ物がない。
運んだのはここじゃないのかもと思ったが、果物や魚の匂いが扉を開けた時少し残ってた。こんな話、130。その神社ぶち壊せよ、さら地にしてやれや。143。七夕の夜、地元の子供らが提灯持って、ろうそくし通せ。出せよ。出さないと買っちゃくぞ。おまけに食いつくぞ。って低い声で歌いながら各家を回りろうそくをもらう用事があった。小さい頃俺もやった。最近はろうそくでなくお菓子になったみたいだけどね。147。重い病気、ボケ老人をおば捨てて。障害持ちを幽閉や生まれた直後る。見合いや言い名付けによる反共性結婚。なんて風習は実は理に可能っていて、村や地域社会が効率よく回るために必要だったのかもしれないな。現代が抱える医療費の増大や未婚晩婚症、しかもこういった風習。おしまい。